はい、ジュンです。次は森山直太朗の桜かっこ特賞を弾き語ります。どうぞ。すごく気持ちいいですね。で、森山直太朗、意外と私の裏声を出すタイミング、出せる領域と近いんで、非常に歌いやすいですね、自分としては。そしてコードも非常に簡単なので、これはなかなか私にとって弾きやすい、弾き語りやすい曲でした。早く春来ないかな。今もう仕事忙しいんですよ。あと1週間、2週間
3週間で、プラントの大工事は終わるんで、そしたら私にも春が来ます。